は、アイラ・レビンの小説、および、これを原作とした1968年制作のアメリカ映画、ローズマリーウッドハウスと売れない役者の夫がいは、ニューヨークのアパートに引っ越してくる。隣人のローマン・カスタベットとミニーの夫妻は、少々、おせっかいなほど世話好きな人たちだ。カスタベット夫妻には、テレサ・ジオノフリオというアフリカ系アメリカ人女性の幼女がいたが、 若くして自殺していた。ガイはカスタベット夫妻と親密になり、ミニーはテレサの形見のペンダントをローズマリーにプレゼントする。その後ガイとローズマリーの夫婦は計画を立てて子供を作ろうとするが、その当やローズマリーは気分が悪くなって失神し、悪魔に侵されるという夢とも幻覚ともつかない体験をする。実はカスタベット夫妻も 彼らが勝手に変えたかかりつけの産婦人会も、それどころか夫すら役欲しさに悪魔に魂を売り渡した悪魔崇拝者だった。自殺したとされるテレサは、ローズマリーの前任の悪魔の子を宿す候補者であり、真相を知ってしまったため、自殺であるかどうかすら怪しく、ローズマリーを心配して裁縫を約束した唯一の味方である書籠の童話作家、エドワード・ハッチも暴殺されてしまう。 悪魔崇拝者に囲まれたローズマリーの運命は、1976年に続編として、続、ローズマリーの赤ちゃん、悪魔の子が生まれて8年が経った、がテレビ映画として制作された。前作から8年後、成長した、ローズマリーの赤ちゃんが引き起こす惨劇を描いた。前作の編集を担当した、サム・オスティーンが監督し、パティ・デューク・アスティンが主演、ルース・ゴードンが、 前作に引き続いてミニーカスタベット役で出演した。ありがとうございます。